柴木は中国の闘神の皇族、武陵祐王、寺は未知宿、老野王芝英と王彩との間の子として生まれた。武陵王、芝吉の後を継ぎ、太閤元年に武陵王に封じられた。関和初年に三期上寺に任じられた。後に昭東軍を武陵国に加用され、左将軍に任じられた。鎮軍将軍に転じ、三期上寺の任を加えられた。 皆、高8年、聖帝の死去にあたって、海計王、芝明や、中書官の兵、中書霊の何みつる、小書霊の諸葛海らと共に帰り身命を受けた。高味角が即位すると、自中、特進を加えられた。県元元元年、秘書官を兼ねた。平和元年1月、鎮軍大将軍、海府義道三史となった。平和8年7月、太宰に転じた。 タイは初年、羽ネシ水、権利上殿、入庁不数、三拝不明の特権を与えられたが、固辞した。柴木は学問はなかったが部裁があり、関音に寄避されるようになった。南安元年11月、関文帝が即位すると、関音は、柴木とその子の柴総を面観するよう上表した。さらに関音は新王、新採用。 柴明を思想して、柴木と柴宗が著作郎の陰謙に田在長子の戦、城の総集、トネリの流郷らと反乱を計画したと布告させた。柴木は収監されて、定城に送られた。柴木を処刑するよう上奏されたが、漢文帝は許さなかった。漢王は柴木を新安軍に移すよう上奏し、柴木は家族と共に新安に移された。陰謙らは、 一族と共に処刑され、新作王、柴明は、廃位されて、公用軍に移された。太と6年10月、新安で死去した。去年は66。部文帝により、新礼軍王に追封された。太と12年、追って、武良国の封を戻された。ありがとうございます。